駅の中に理髪店のある駅、 JR 西日本小浜線加戸駅、2020年10月に訪問した駅の様子を皆様にお届けしたいと思います。それではよろしくお願いいたします。こんにちは。JR 加戸駅、小浜線の加戸駅にやってまいりました。ここの駅の観察をこれより行ってみたいと思います。はい、ちょっとトイレの様子を、紹介させていただきます。まず公衆電話の隣に、トイレがあります。比較的きれいなトイレになっています。男子と女子の方に分かれております。トイレの中、結構きれいにしておって、洗面所に男子便所ですね。ちょっと和式になってます。こんな感じで。ただ髪がちょっと、髪ありますね。まあ水洗になっておりますので、まあ安心して使えるかなと思います。駅前。このような集落です。それでは中に入りましょう。ここね、面白いんですよね。これ床屋さんになってるんですよ。駅の中に入りますと、このようにホーム、これ昔はこれ多分ここに線路があったんでしょうね。
今はこのように手すりをつけて、片面だけ使えるような駅になっております。ここにヘアサロン塚本という駅で、理髪を営業しています。それではホームの方に、入ってみたいと思います。ここには柵がありますね。ああ、やっぱりこれよく見るとかさ上げされてます。ホームの高さ、かさ上げされてますね。本当に防線だけの駅になっちゃいました。あ、でも綺麗にね、整備されておりますね。右手には、舞鶴自動車道が並走して走ってます。ここに駅名表あります。そして、少し歩くと待ち合い所があります。あ、ここもなんかね、かさ上げしてるからこのような感じになりました。前からあった待ち合い室かな、結構、作りは古いみたいですね。それでかさ上げ工事でうまくこのようにしてるみたいです。ちょっと待ち合い室の中を入ってみます。やっぱほうきとちりとりがあって、地元の方が起源されてるみたいですね。まあ、雨風はしのげる状態になってます。ゴミ箱もあります。そしてこちらが舞鶴方面です。周りは、静けさで、草刈りの音だけが聞こえています。ホーム結構長いですね。ちょっと端っこの方まで行ってみましょう。ここも海が見える駅として、有名な駅になっています。3両限界、上り、下り3両限界という標識がありますね。これ、ここだけなんかかさ上げされてますね。今はそんなに両数がいらないので、こういった駅になっているのかなと思います。ここもね、海がもうホームからこんな感じで見えます。若狭湾の綺麗な絶景が楽しめますね。ちょっと海まで距離はありますけど、ここから建物も何もないので、しっかりと海が見えます。のんびりと、この駅でぼーっとするのもいいかなと思います。それでは、この辺で加藤駅の紹介を終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。シール画面の丸い枠をタップするとチャンネル登録ができます。登録することで他の動画もご視聴しやすくなります。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。